おはようございます。簡単マイコン教室、おっちゃん先生の土井です。このチャンネルでは、この小型のマイコン、マイクロビットの説明をしています。今は実習形式で理科好き集まれ、マイクロビット実習ということで、5週目の5回目。1週目あたり5回って決めて始めたわけじゃないんですけど、5回、1週間、月火水木金で終わるとすれば、5回が一区切りなのかな。ということで、今日は繰り返しの5回目ということになります。で、単純な繰り返しから始まって、条件が成り立てば、成り立ってる間、繰り返しということで、私の好きなドラゴン教室の HP がある限り、形で条件分のやつを2回目にやって、で、3回目ですね。C 言語でいうフォーループっていうのは非常によくプログラムの中に出てくるので、このフォーループの使い方で、1回目、2回目、3回目ということで、5週目の回数でいうと3、4、5になるんですが、それの5回目になります。で、今日はですね、多重ループということで、ループですね、法文の中に法文を入れて、繰り返すというのをやってみたいと思います。具体的にどんなことをするかというと、この25個の LED を順番にバーッとつけていって、で、全部つけるっていうのをやってみたいなと思ってます。はい。じゃあ早速始めたいと思います。画面をですね、インターネットブラウザの Chrome というのを使って説明をしています。画面を切り替えて、新しいタブで、検索サイトでですね、マイクロビットって調べてもなかなかどれが、ホームページなんだっていうふうに、悩む方もおられるようなので、あえても検索サイトを使わず、ダイレクトに microbit.org と入れてエンターを押してもらった方がいいと思います。で、すると、ここがホームページでですね、レッツコードということで、日本語、これ Chrome の自動翻訳機能なんですけど、それを使って、レコーディングしようというと、この画面に行って、ここのメイクコードエディターというのを使ってこの中に入ります。で、ここはホーム画面で自分が作ったプログラムがずっと並んでるということになります。で、今日初めて来られた方なんかは、ここ何もないと思いますね。初めての方はこのないので、初めてプログラムを作るということで、ここを押してください。で、今日はループの5回目なので、ループの5回目にしておきましょう。ループ5。最初に名前つけておいた方がいいと思います。ループの5回目で、今日は多重ループ。多重、重ねるっていうことですね。10になりましたね。ループです。なんか、カタカナに、ひらがなにですね、ループです。で、これで、プログラムを組んでみようと思います。で、まずですね、多重ループ、このずっとっていう中を使うとずっと繰り返すので分かりにくいので、ループの時はここを使いましょう。ホタルの時はずっと点滅させたかったんで、前回のホタルをここ使いましたけども、今日は最初だけというところで、ループの動きが分かるようにやっていきたいなと思います。で、このインデックス、これを2つ入れて、最終的には多重ループなんで、これ機能ホタルでやりますけど、多重ループっていうのはこの中にこれをもう一回入れます。こういう形になります。で、いきなりこれで説明始めると難しいので、まず、こういう形にしときます。で、機能ホタルでやった、この明るさ、一応調節できるやつにしておきましょうか。これを入れてですね、これを順番に、こっからこう、全部25個、光らしてみようと思います。
で、どういうふうにするかっていうと、ここ XY ってなってますよね。で、このインデックスっていうのを使って、この XY を増やしていってやってですね、と順番に光らせてやろうと思います。で、まあ変数名変えてもいいんですが、まあこのインデックスせっかくあるので、これを一回 X に入れてみましょう。これでプログラムから。なんかビット並びましたね。これわかりますか、理屈。インデックス0から4まで順番にこうつけていってるんですね。それが一瞬なのでわからない。それぐらいで見ていきましょうか。一つ目つけて、ここのインデックスが一つずつ上がっていってるので、こうポンポンポンとこう、こんな風に増えてるのがわかりますかね。で、終わったらこっち。であとはこれを今度はこっちに繰り返してやればいいので、多重ループでですね、こいつをもう一個持っていくんですね。で、これこの中に入れる。中に入れて、ややこしいですね。このブロックはこの辺りのつまみ方が慣れないから、こんな風に。で、これで、一つ目のインデックスは X なんですけど、こいつも一緒なんですよね。これを変えないといけないんです。これでちょっと、インデックスの二つ目。なんか Y かなんか使えようと思ってる人もいるかもしれませんけど、まあここはもうインデックス使って二つ目のインデックスだということにしたいと思います。で、これでですね、二つ目のインデックスをここに入れます。で、こうするとどうなるか。なんかすごくゆっくりですね。一回これ取ってみましょうか。で、取ってみたら、あら、なんか全部なりませんね。っていうのはここですよね。ここが変わってないから良くないですね。ここも変えないといけません。ここを変えるのを、ここも2番にしないといけないですね。で、これでこっち側を回ってるときはここが変わって、ここが変わるときはこっちが変わってっていうことになります。なんか、これやっぱりゆっくり見てみましょう。こうやって1個目がつきます。1個目の時はインデックスの1の2。今度は縦に、ここは先繰り返せますから、ここがどんどん変わっていくんですね。で、ここが4回終わると、ここが1個増えて、次こう。こんな風になっていくということになります。どうですか？一つずつ。すごくゆっくりですね。で、これ、でもこれを外すと、一挙に進むんですけど、多重ループの繰り返しのやり方わかりますかね？ここで1個増えてる中で、0から4まで増えていって、それが終わったら外側のループのカウントが1つ増えると。で、今これで全部終わったので、ここです。これ一挙にやると、一瞬でつくのでわかりません。これもうちょっと見やすくしたければ、この、これですね。10ミリ秒ぐらいにしますか。はい。これでもちょうどいいぐらいですかね。ちょっとこんな風に流れて動いているのが見えると思います。これが多重ループというふうなことになります。二重ループですね。で、多重ループなので、まあこの二重ループでいいかと思うんですが、せっかくなんでもっといっぱいやってみましょう。インデックスの3。どういうふうにするかっていうと、一旦この1ミリ秒、これをいらなくして、これですね。インデックスの3を作りましょう。インデックスの3つ目。で、インデックスの3つ目は、ここに入れないといけないですよね。変数のインデックスの3つ目をここ入れて、これをここにして、ホタルの時やりましたよね。ここを255にしましょう。これで、この塊をそのままここにドカッと入れてみます。あれ？動いてくれないですね。あ、まだここがインデックス3になってるんですね。ここをインデックス3にしてあげましょう。ほんま早すぎて分かりませんね。またやっぱり時間を入れましょうか。
で、これがですね、本当に遅いんで、一回1ミリ秒ぐらいにすることもあるんですか。じわじわついていくんですね。で、これが30ループです。この一つについて0から1まで明るさを変えていってます。1ミリ秒。だいたい1個、何秒ぐらいかかってるんですかね。これで少なくとも255秒かかってますから。で、まあ1秒ぐらいかかってるんですかね。これを光らしたりとかもしてるので。これミリ秒しかないので、これ以上って言うと0ってやったら、まあちょっとした時間待ちになるかな。まあこんな風な形でですね、と明るさを変えることができます。これでどうでしょう。三重の多重ループです。で、こんな感じでですね、さらにもっと変えてとかいう風な40ループ、50ループ、大きなプログラムになると、まあそういうのももちろん出てきます。まあこうやってですね、ループの中にループを入れるとですね、まあ、難しい言葉で言うと、一重ループだったら一つの数字がこう変わっていくだけなので、線が動く形で、まあ一次元ですね。で、二次元にすると、まあ一次元こう行ってこう行ってこう。昔のアナログのテレビなんかこんな風にこう行ってスキャンするっていうね。こんな風に。で、平面を作る。で、今は一つの点でこう奥行き作って、次奥行き作って、こうやって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 、なんか表現できてるのかどうかわかりません。立体的になってるんですよね。高さ方向があるような感じです。ゼロからだんだんこう明るくなって、こっち前にずっと明るくなって出てきて、で、次。だから言えばこれで三重にすることで三次元の形に、まあ、なっているというふうな形で理解できるかもしれません。はい。まあ、これで繰り返しループのですね、5回目ということで、まあ、こう5周目になったんですね。5周目も無事終了ということになります。6周目はですね、まあ、どういうことをしようか。でなるだけこうマイクロビットを買わなくてですね、このシミュレーターでうまくいくようにと思ってたんですけど、まあそろそろマイクロビットの良さですね、実際に見る、測る、考えるということで、測っていきたいなと思ってますが、どうでしょう。もう一回ぐらい、この、もうほぼほぼ基本的なブロックは全部触ったので、高度なブロックをもう少し、6週目でちょっといろんな角度から説明してですね、7週目ぐらいから実際にこういろんなものを測っていこうかなと思っています。ちょうどもう夏休み、まだ夏休みにちょっと早いかもしれませんけど、まあ早めから夏休みの工作を準備するっていうことで、まあ、マイクロビット使ってこんな工作できるんだなみたいなのを、実習の終わりの方では紹介したいなと思ってますので、よろしくお願いします。じゃあ、これで5周目を終わりたいと思います。ありがとうございました。